3月11日、東日本大震災で多くの人が亡くなり、原発が爆発しました。放射能は海へ、空気へ、そして地上へと漏れていき、僕らは日々、見えない恐怖に襲われています。なぜこの署名を書いたんですか？やはり核兵器というのは怖いものだと自分でも分かっているので、やっぱ少しでも力になれればいいなと思って署名しました。地震があってから改めた考えとかはありますか？実際に被害に遭って放射能が外に出てきたということがすぐ分かったので、とても危険なものだな。しかし最近はみんなの意識が低いというのも感じる時があります。みんな普通に生活しています。こうやって見るとマスクをしている人が少ないように感じます。やはり意識が少なくなっていると感じます。小さな子どもたちが植木の近くで遊んでいます。放射能を吸い込みやすい体なので、マスクもしていないので危険だと思います。20年30年続いて未来の子どもたちの健康にも悪影響を与えるから、やっぱない方がいい。放射能は本当にいけないこと、いけないっていうか危険なものだと思ってます。やっぱりこう土など草から牛とかが食べたり、野菜も土から入るから、そういう感じでも怖がってるっていうか心配しています。これは僕の友達のお母さんが切ったものです。切り口も新しいです。放射能を心配している外国の方はやはりこういうのも気にします。もしもあなた方の国で大きな地震が起こっても、僕らのような被害を受けないために日本から原発反対を進めていきたいです。原発はいらないと思うので、みんなで反対していきましょう。